高井駅は中華人民共和国北京史跡、影山区高井に位置する北京地下鉄1号線の関係者専用駅。出口は北京軍区にある貫金武士基地の中である。この駅は北京地下鉄1号線一番西の駅である。駅番号は、この駅は完成し運転できる状態になって、 通勤列車も運行したこともあったが、今まで商業的な運行をしたことがなく、また計画または商業企画図などに入ることもない。島式ホーム一面二線の地下駅。基本的に北側線を使い、南側線はあまり使われない。この駅は西山の中にあり、軍が管理する駅である。入る方法は危険で、複雑である。 駅構造がわかるものはいくつかの写真しかない。この駅は他の駅とは構造が異なり、ホームは狭く、構内の壁には石灰が塗られていて、天井は低く、照明施設も粗末である。西北側出口回廊には切符売り場が設置してあり、2007年の切符の金額が標識している。ただし、張っている路線図は普通の一、二号線のみの路線図であり、 この駅は含まれていない。また、駅構内には、喫煙禁止看板がいくつがある。この駅は二つの出口がある。西北側出口は施錠された。地下鉄管理当局の広告によると、2007年5月28日より、前は列車が2本運行されていた。リンゴ園駅から引き続き運行して、当駅まで来て、すぐ折り返す。地下鉄管理当局の告知によって、 2007年5月28日からは、通過列車が10時35分ごろ到着してすぐ、折り返す。この駅は建設後現在に至るまで民間向けに、営業されたことがなく、正式な名前を公開されたこともない。ゆえに、下記のようにいくつかの名前で呼ばれる、ホームにある看板の図。ありがとうございます。